よろしくお願いします。止めますか。はいはいはい、ワンツーワンツー。眠れないだけ、風もなくなりそうな夜に君の声が耳元で揺らいだ。感傷に浸ってばっか、何も変わらない。笑えない日々を抜け出そうぜ、君を連れ飛び出した。風が通り過ぎた闇と混ざり合った、君の笑い声が小さくいの空に響いて。そんなんで生きていけんのか、もう戻れないぜ、なんて揺らぎそうな思いはアクセルへ。そのまま地平線を越し、さあ前線飛ばせ。僕たちは一生ない夜、ただ東を目指していく。僕たちは忍び出した星空、胸を鳴らしている。眠らないよう上がるミュージック、高くなった水まで持ってゆく。無駄のものは何もないさ、の前を向け。その方がきっと笑えるさ。世界を飛ばせ、僕たちは溺れたいよう、その光を目指してゆく。じゃあ焦って今は分かんなくなって、いっぱい僕を生きてゆく。何も後悔なんてないさ、前を向け。終わらないさ、一生僕らは生きて。改めまして、ハローワークスです。僕はこのとんがり帽子っていうサークルに入ってから、なかなかバンドが固定することができず、いろんな人に助けをてもらいながら今日まで続けることができました。ありがとうございます。で、まあ、ベスコさんであったり、サエさんであったり、ヨシゲンであったり、いろんな人に入ってもらったんですけど、やっぱり僕がこのとんがり帽子を続けることができたのは、ある人の影響がとても大きいです。最後はその助けてくれた人と共に楽しく演奏して終わりたいと思っております。とりあえず1曲なんですけれども、一緒にやってくれますか、てっぺいくん。僕らが去年の夏にやった曲やります。盛り上がってくれますか。大丈夫ですか。さっきの感じはちょっと僕満足できずに帰っちゃうんで、みんなでいいですかね。いけますか。さあ、じゃあ行きましょう。リクドン、
数センチの不信感が愛くなって静脈を刺しちゃって、病弱な愛が飛び出すもんで、デスボールさえも狂気に変えてしまう。ストーリーかは好きですが、この子ほどもダメで嫌いでした。悲しいのがどれかあるんでいりゃ、どれも正解というオチでした。本日の宿題は個性な僕のこと、かっこくない不自由ない最近に生きていて、でもどうして僕たちは時々に病に悲しいって言うんだ、寂しいって言うんだ。ファンの漢字が読めますか、孫の心象は読めますか、その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。その番組の真理が解けますか、彼の国の輪も解けますか、僕たちこのまんまでいいですか、おいどうすんだよ、もうどうなっていい。僕たちみたいな催眠に酔っていて、どうしようもないくらいの恐怖をずっと待っていたんだ。いつの失態は相変わらず解けないが、遅くない理由ない最近に生きていて、でもどうして僕たちの元の手がりは失態って言うんだ、失態って言うんだ。今のこの漢字が読めますか、あのこの心情は読めますか、心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。バニーの刺激が溶けますか、あの子の罪の輪も溶けますか、僕たちこのまんまでいいですか、おいどうすんだよ、おいどうすんだよ。責任の腰消えますか、この子の夢は言えますか、どうすんだよ、おい誰なんだよ。もうどうなっていいや。てぺいくん、ありがとう。これで僕は悔いなくね、わだかまりなく引退できるんでもうね、余計なこと言わないでください、お願いします。さあ、そしたら最後はまた最初の形に戻ったんですけれども、今のね、僕らこのライブに向けてか去年の春合宿からですかね、結成したハローワークスっていうのはやっぱこの2人でやってると、なんかよくわからんことに付き合ってくれた陸野に感謝を込めてっていうのと、あとこれはね、今からやるのは春合宿で最後の曲なんですけれども、春合宿でやろうと思ってた曲します。あとこれがまさかね、春合宿でライブがすることができず、僕らのね、発表というか初回ライブが最後になると思ってなかったんですけれども、最後練習いっぱいしてきた曲なんで、悔いなくうまく頑張ってやって悔いなく帰っていきたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。
が死んで、それを嘆いて誰かが歌って、それに感化された少年がナイフを持って走った。僕らは命に嫌われている。価値観もエゴも押し付けて、いつも誰かを殺したい歌を簡単に連呼で流した。僕らは命に嫌われている。軽々しく死にたいだとか、軽々しく命を見てる。僕らは命に